国鉄カニ線経過車は、かつて日本国有鉄道に在籍した有害化車である。本形式の改良型であるカ三0型についても、本校で記述する。カニ線型は、国鉄が1951年に200両を製作した12トン積みに軸化畜車である。全球化1500系の車体を延長し、肉牛15頭。 液牛20頭を積載可能としたものである。カニ線形の軸バネ指示装置はリンク式で最高運転速度は時速 65km であった。全長は 8200mm、全幅は 2763mm、全高は 3560mm、軸距は 4200mm、自長は8.5トンで、 同時期の標準有害車は無23000型よりも 350mm 長く、積む1型と同大であり、車軸は12トン、長軸であった。前車がカ3000型に改造されたことにより、形式消滅した。カ3000型は、1954年及び1955年に150両が製造された。カ2000型と、ほぼ同型の車体に、 軸羽根支持装置を二段リンク式として、最高運転速度を時速メートルとした。九百五十九年には、が二千型もこの時点で廃車となっていた一両を、除いた百九十九両が、軸羽根支持装置を二段リンク式に改造し、が三千型に返入されている。製造所は、川崎車両、近畿車両、汽車製造、何は後期、共産工業、 鉄道車両工業であり、か2000型よりの改造は、森岡工場にて50両、新小岩工場にて60両、多土津工場にて64両、畑江工場にて25両である。この改造工事は、昭和34年度下車整備工事改造8月8日、通達による。車体はか1500蛍光機車の構造を踏襲しており、工材の柱を外側に立てて、 木製の側板を透かし針として通風を良くし、側面には鋼材の筋替えが斜めに渡されている。側板は上部の一部では間隔が広く設置されており、その部分は鉱線による手すりが設けられている。車体の中央部には幅五百ミリメートルの木製に開く扉が設けられており、か二0型では全面にわたって等間隔にキータが貼られているが、か三0型では 側板部分と同じ不等間隔で貼られている。床板も木製であるが、お物の清掃の際に使用する水で大枠が傷まないよう、側板より貼り出して設けられている。また、側板の下部にも清掃を容易にするため隙間が設けられていたが、入れ替え作業員にお物がかかるため、下3000傾向機車は隙間を全面的に塞いで、落成し、それまでの車両も後の改造で塞がれた。 荷台の寸法は、長さ 7350mm、幅 2300mm、高さ 2200mm で、床面積は16.9平方メートル、容積は37.2立方メートルである。外寸法は下2000型と同じであり、自長のみが8.7トンと0.2トン重くなった。下3000型は、家畜車の標準形式として、全国で使用されたが、 昭和40年代に至って、家畜輸送は、生体輸送からトラックによる枝肉輸送へと変化したため需要が減って廃車が進み、1977年に形式消滅となった。下3000系の全廃により、国鉄貨車から家畜車が消滅した。ありがとうございます。